しとんよ。おるか。ここに。追っ手の状況はどうだ。生き残った追撃部隊の数はごく少数と思われます。増援を待つものだと思っていましたが。まさか、まだ奴らは諦めておらぬのか。はい。増援を待つまでもないということか。なめられたものだ。油断なさってはなりません。油断などはせぬ。とはいえ、じきに山を越える。そうなれば人里も近くなり、ウェズエットの支配も強まる。その前に我らを始末しようという腹なのだろうが、そうはさせん。モントよ、喜べ。久々にグラセラと会えるぞ。モント殿、やはりそのグラセラという方と。何もないよ。きっと向こうは僕のことなんかもう覚えていないだろうし。それよりも、モント様、今度は一体何が心配なんだい。ウェズエット、本当に僕らに力を貸してくれるのだろうか。それは当然さ。ウェズエットはあたしらリオニスと同盟関係にあるんだからね。そうだといいんだけど。やれやれと。まあやってやるとするか。この私が、これが欲しいのか。可愛がってやろう。みんなは僕が守ってみせる。よ、もう終わりにしよう。楽しませてほしいものだな。領内に侵入者の一団ありとの知らせです。またフェネスの蛮族どもか。いえ、それがリオニスの王エルデ様と王子モント様のご一行のようで、ホルンがフェネスと同盟を結び、リオニスへと攻め込んだ模様です。なるほど、我らに助けを求めるためか。
だが事前に死者の一人もよこさぬとは礼を失しておる。いかがなさいましょうか。クーリ様、ここはエルデ殿を助け恩を売るのが得策かと。そして来たるべきホルンとの戦に備えるべきではありませんか。僕もそう思います。ふん。あのクーリ様、もう一つ申し上げたいことが。なんだ。エルデ様の一団にはどうやらホルンの剣士が一人紛れ込んでいるようなのです。ホルンの剣士と行動を共にしていると。はい、おそらくは剣狼の一番剣シュゼルトかと。サージェスよ、出陣を命じる。はっ。